毎年4月に入る前の日曜日は、出られる親族が集まって、ちょっとした会合を行ってます。これは、親族間での伝統行事的なもので、特に意味はないのだが、親族には、議員秘書、弁護士、税理士、経営コンサルタント、有名らしい、医者といった、すごいメンバーが集まっており、いろいろな裏話が聞けるので、俺は、毎年楽しみにしている。ちなみに、俺は、ブラックと名高い会社の営業。しかも平社員。しかし、みんな、小さい頃からの付き合いがある上、余裕のある方々ばかりというのもあり。コンサルタント、辞めるときはいつでも言えよ。なんかいい仕事見つけてやるから、とか。弁護士、会社を訴えるときは俺に言えよ。格安でやってやるから、とか。笑い話として、サラリーマンネタなんかを話しながら、和気あいあいとした雰囲気で、会は進みました。さて、俺がほろ酔いになった頃、遅れて、銀行員の弟とその嫁がやってきました。俺は、弟嫁が少々苦手でした。見えないところで俺のことを、クズだのゴミだの言っているらしく。その度に、弟がたしなめているらしいです。しかし、俺も大人ですし、会社では、クズ、ゴミ程度は日常会話ですから、会うたびに気は使っているつもりでした。弟嫁は、親族を順々に巡り、挨拶を済ましていきましたが、俺にだけ挨拶なし。まあ、挨拶して欲しかったわけでもないし、気にしていなかったのですが。逆に、なんで、兄さんは挨拶に来ないのかしら?みたいなことを、聞こえるように言ってきました。一瞬で険悪になる空気。しかし、そこで空気を悪くしたままにするのは、営業としての名折れ。弁護士のおじが何か言おうとしたが制して。これはこれは、お気づきせずに申し訳ございません。近頃はどうですか?などと、こちらから挨拶に伺った。明らかに面白くなさそうな弟嫁。弟はおどおどしていました。その後、少しだけ和やかになった空気の中で、今度は、弟嫁が、ねえ、お兄さん。お兄さんはいつ出世するんですか?と聞いてきたので、出世に、あんまり興味ないからな。中間管理職って辛そうじゃないですか?と答えると、鼻で笑って、なりたくないんですか?なれないんじゃなくて?と煽ってきました。あはは。まあ、そうかもしれないですね。なんて言いながら出た笑顔は、少し引きつっていたのかもしれません。そんなんだから、いつまで経っても結婚できないんですよ。と、さらに弟嫁は続ける。あはは、弟嫁さん、手厳しいなー。なんて営業スマイルを浮かべながら、さすがに腹が立ってきた。弟も、さすがにヤバそうな空気を感じ取ったのでしょうか。おい、バカ。いい加減やめろよ。と言った。しかし、これが引き金になってしまったようです。え?バカ?今、バカって言ったの?私が?この人、俺を指さして、じゃなくて?私?冗談じゃないわよ。こんな人と一緒にしないでよ。だいたい、なんでこの人をあなたがかばうの?あなたは私の夫でしょう?だったら、私の味方をしてよ。みたいなことを逆ギレしながら叫んだ。心根の優しい弟のことです。折れるんだろうなぁと思ったのもつかの間。弟が、突然、弟嫁の胸ぐらをつかみ。おい、兄貴を馬鹿にするんじゃねえ。と叫び出した。今まで、怒ったところなんか見たことのない、弟のまじぎれだった。親族一同、静まり返る。弟嫁、震える。俺、26にもなって、ちょっとちびる。弟は続ける。今まで何も言わなかったけどな。俺が今銀行員をできているのは、全部兄貴のおかげなんだよ。兄貴が、お前の方が出来がいいから、お前は大学に行けって。自分は進学しないで、ずっと足を棒にして働いて。兄貴は言うなって言ってたけど、大学出てすぐあげた、
お前との結婚式の費用だって、兄貴がかなりお金を出してくれたからできたことなんだ。それをなんだよ、お前は。結婚式の時の祝儀が少なかったって、いつまでも根に持って。本当は、一番出してるのは兄貴なんだよ。だいたい、ずっと前から、年収で人を判断するなって言ってるだろう。兄貴は、俺が知っている中で、一番立派な人間で、一番大切な家族なんだよ。今後、同じような行動をとったら、これにサインしてもらうからな。そう言って、懐から、緑の髪を、ちらっと弟嫁に見せた。弟嫁は、震えながら外に出て行った。多分、弟に怒られたことなんてなかったのだろう。俺も、初めて怒ったのを見ました。親族も驚いていました。その後、弟が、兄貴、今まで、何のフォローもしなくて悪かった。俺は、誰に何と言われようと、兄貴には、ものすごく感謝しているから、許してくれ。と言った。俺は、そもそも怒ってないから気にするな。と、弟にビビりながら言った。先の弟が話した内容は、親以外誰も知らなかったので、その後は、その話題で持ちきりでした。弁護士のおじが調子づき、テキーラを持ってきて、俺に注ぎ出したところまでは覚えております。目を覚ますと、自室のベッドで眠っていました。何気なく携帯を見ると、今朝、弟嫁から、長々と謝罪文が送られてきておりました。おそらく、弟に強要されたのでしょう。文章からなんとなく、いやいや感が出てました。俺は、二日酔いの頭で、出社の準備をすると、営業ロープレを終わらせ、契約を取らなければ、帰れないスタンスの会社なので、ストックしてある契約を、一つを自分用、一つを上司用として提出すると、早退扱いじゃなく、帰宅を許されたので、本日は、午後1で帰宅いたしました。足を棒にして働いていると思ってる弟に、こんな姿は見せられないな。と思った今日の午後でした。すみません。これだけ気になったので、返信させてください。弟嫁は、ものすっごく綺麗な人です。20歳くらいだった時の伊藤美咲にそっくり。おそらく、勉強で、女性に耐性のなかった弟は、瞬殺だったのでしょうね。交際期間も1年くらいでゴールインで、同棲せずの結婚だったので。俺も、同棲して、もう少し考えてからにした方が、いいのではないか?と話してはいました。しかし、弟は、この人以外考えられない。と言ってましたので。よし、わかった。となったわけです。俺の家系は、代々女性に騙されるらしく。実は、親も離婚してますし、祖父も離婚してます。俺は、飲み屋の女の子に貢いでます。ここは、弟に泊めてほしいところだけれど、もう黄色信号が出てしまってるのに、一族の宿命か。と思わざるを得ませんね。すみません、打足でした。